どうも皆さんこんにちは、キョウキョウです。はい、そうですね、今回はですね、雑談ということで、お風呂上がりとかに聞いていただければなと思うんですけれども、はい、今回はですね、キヨキヨ祭りの当選者を、ツイッターにて発表させていただきました。一応メンバーの方はですね、こちら今画面の方に出ている方となります。今回やっててちょっと反省点と言いますか、今回ですね、800を超える応募をいただいたんですね。そして選ばれるのが43名と、45名としていたんですけれども、ルール1にのっとってですね、それちょっと不平等さが生まれてしまうのではないかということで43名にしていただきました。そして私と私のサブアカで、その不平等さを解消すべくですね、2人私が入ります。私は別に攻めないんですけれども、攻めますよ。援軍確認のために攻めさせていただきます。それで800名応募してくださったのに43名しか、参加することができないと。約倍率は20倍ですよ。20倍の応募資格というか、その応募のね、当選倍率ですよ。ちょっとそれ良くないんじゃないかなと私思いましてですね。でもこういう系の皆様がこう楽しんでいただけるイベントで、こうクラン戦系とかになってしまうと、やはりその皆様が楽しめてくるっていう、イベントを作るのは難しいのかなと思います。皆さんご存知ドズル杯ありますけれども、そちらはですね、ドズルさんはタウンホール9で、タウンホール9が5名、タウンホール8が5名という形で、そして、ドズル杯という名前をつけたクランで、皆様が作って戦うという形でしたけれども、じゃあキヨキヨ杯そうすりゃいいんじゃねってね思った方いらっしゃると思うんですけれども、そうすると私タウンホール10でほぼほぼ完出なんですよ。あと大砲が2個、エアスイーパーがあと1段階で、カンストしてしまうんですね。壁は別として、壁とヒーローは別としましてですね。なので、マッチング調整、どうするのみたいな。タウンホール10が3名、タウンホール9が7名とかでもいいんですけれども、そうなると、うちのクラメンを使うことになるじゃないですか。そうするとね、うちのクラメン、壁を条件にしてるんですよね。皆さん、ご存知の通り、壁をご存知にしているので、ご存知じゃないわ。壁を、その条件にしていますので、やはりそのマッチングポイント的に上がってしまうので、マッチング率っていうのがちょっと悪くなってしまうのかなと思うんですね。ちょっとこちらマッチングポイントが高いような気がするので、なのでそうするとどうなるかねみたいな話になるんですよね。そうなんですよ。なので今回はこういった形でその45人でクラン戦をすると、そしてちょっと運要素もありつつ、そしてヒーラーを使うというちょっと奇抜なと言いますか、ちょっとアレンジが必要かなっていう、感じですけれども。ということで、2日後かなに開催いたします。皆さんもですね、次回以降の、私のイベント、考えます、私も。どうすれば皆様に800を超える、その応募をいただいたことに、私、びっくりしております、本当に。で、ちょっと申し訳ないなっていう感じもあるんですよ、本当に私。そういえば、皆さん、今私、ブーストしてますけれども、クラッシュオブクラン、おかげさまで3周年ということでおめでとうございます。クラッシュオブクランさん。8月2日で3周年ですね。8月7日まで全ての資源設備を、施設一棟につき、たった1個で1週間、ブーストできます。これやばいっすよ。要するに、あと6日と21時間。要するに、あれなんですよ、もうずーっと1週間やっていくんですよ。なので、普段普通にプレイしている方も、放置村になる可能性っていうのが出てくるんですね。なので皆さん、これ結構ね、放置村増えると思いますよ。確か1年前もこの1週間イベントあったんですけれども、放置村がうっほうほ出るんですよ。なので皆さん、放置村狩りも一緒にしてみてください。それはですね、見越しましてと言いますか、私ちょっと今クリスタル3まで落としてます。もうちょい上げてクリーチかクリーンで、ファーミングするかなとは思うんですけれども、皆さん自分に合ったトロフィー台探してみてください。ということですね。今回イベントの私のキヨキヨ祭りと、エメラルド1個ブースト、非常に盛り上がっております。エメラルドの方非常に盛り上がっております。そしてですね、キヨキヨ祭りも成功に終わったらいいなと思っております。ということで、長くなりましたけれども、雑談という形でした。皆さん、楽しんでいきましょう。ありがとうございました。